最近入れたタトゥー、一番最近入れたタトゥー。ああ、なんか、まあ、ちょいちょい入れてますけど、はい。そんなお見せするほどじゃないっす。なんか図柄だけ説明いただくこととかできますなんか、か？それがまたむずいんすよね。はい。でも、パーラーの、中目黒のパーラーの上さんに掘ってもらったんすんで、気になる人いたら、中目黒のパーラーチェックしてください。近いうちに入れたいと思ってるタトゥーって何かあったりしますか？ああ、ちょうど昨日予約したんですけど、次のアルバムのジャケはい。をなんか、ジズさんっていうライターの人に書いてもらってて、そのタイトルを。はい。それを結構かっこいいんで、それをなんか自分で入れたいなみたいな。で、一応昨日予約して、来週あたりちょっと、この辺に入れようかなっていう気持ち。なんか、まあ、かなり入られてるんで、はい。結構難しいかもしれないですけど、初めて入れたタトゥーから今に至るまでを、ちょっと先ほどの答えと重なっちゃうところもあるんですけど、できる限り解説を試みていただけないですか？ああ、むず、長くなるんで、でもなんか、はい。思い出、まあ結構ノリで入れてること多いんで、例えばこう、夏に、ここめっちゃでっかい蚊に刺されて、めっちゃパン腫れたんですよ。はそしたら記念に蚊のタトゥー入れたりとか、そういうなんか、ノリ、大事です。例えば誕生日おめでとうっていうタトゥー彫られたりとか、そういう 誕生日に。はい。正月、例えば、年賀状作るから、なんか一時期なんか毎年、謹賀新年、何年とかってこう、2000何とかやって、誰かが犠牲になって、はい。その年賀状作る習慣があったんですよ、俺らの地元では。それで一回俺も食らって、だから2009年とかなんか書いてあるんですけど、平成何年とか、なんかそういう年賀状にされた部分があるみたいな。やばいっすよね。かっこいいです。でも、悪しき風習っすわ。そのかっこよくはない。始まりのタトゥーはどれなんですか？あ、もう消されてるっすけど、この辺やっぱ入れたっすね。上からもう潰しちゃってるんですけど。なんか特に、そういうノリで入れてる部分もありつつ、これ、まあ、その思い入れがあるものもいくつも複数あると思うんですけど、これは思い入れあるなってものってパッと出てくるものとかってどういうものなんですか？ついな。一応全部思い出はあるっすけど、はい。なんかこれ、朝の葉柄あるんですけど、ちょっと、この辺、これ。はい。これなんか自分でぶっ飛んでる時とか、こう見て楽しいみたい